ダンス男子の見前で喜び踊ろう。すべて主は御手の中で平とされる。先生喜びと賛美の声上げ、主に感謝と賛美を捧げ続けよう。すべては無駄に終わらない、あなたに不可能はない。主の時は遅れない、心配は必要ない。今は目に見えないけど、主の言葉を握りしめ、主がいつも共にいるから、勝利はこの手にある。ダンス男子の御前で喜び踊ろう。すべて主は御手の中で益とされる。先生喜びと賛美の声上げ、主に感謝と賛美を捧げ続けよう。すべては無駄に終わらない、あなたに不可能はない。主の時は遅れない、心配は必要ない。今は目に見えないけど、主の言葉を握りしめ、主がいつも共にいるから、勝利はこの手にある。ダンス男子の御前で喜び踊ろう。すべて主は御手の中で益とされる。先生喜びと賛美の声上げ、主に感謝と賛美を捧げ続けよう。Yes, no, me, not you.
あなたの周りに起こる波に目を取られ惑わされることなく、私の約束の言葉にしっかりと立ちなさいとしわさいます。その時あなたとは揺るがず、その時あなたとはその言葉の実、私の祝福の手を見るであろうとしわさいます。このイスラエルの賛美のうちに主は住まわれるとしか言われます。さらに賛美のこの御臨在は深まり、主はこの賛美の働きを通してご栄光を表されていくとしか言われます。さらに賛美を通して私は臨在を表し、またすでに技を起こし始めていますが、さらにあなたとは多くの技をこの礼拝において、またオンライン礼拝において見ていくであろうとしわさいます。さらに私に期待しつつ私を崇めていきなさいとしわさいます。このあなた方の唇に不平不満、このそういった主にない言葉をこのするのではなく、この賛美のこの声を上げていきなさいとしか言われます。主をこの賛美する中でお一人お一人の信仰が引き上げられていくとしか言われます。このあなたとの前に許されること、これに目を捉え振り回されることのないように、私の約束は真実であり、また時が来た時には成就するとしわさいます。サタンは試しを与えているので、あなたとは注意深くその試しを見分け、正しく私の言葉に立ち続けなさい。あなたとは忍耐の後に勝利を見ようとしわさいます。さらにこの歌集賛美においても、また賛美チームの賛美の働きにおいても、主のご計画があるとしか言われます。この賛美の働きを通してこの心の癒し、霊的な解放、また体の癒しなどが起きてくるとしか言われます。アーレミニートミタモ、なるほど。
レアンダロレアンダレハレリアンダロレアンダロレアンダロレアレアンダロ不安と心配で振り回されることのないように、あなたは不信仰の種によって振り回されることのないように十分に注意していきなさいとおっしゃいます。あなたは不信仰を悔やため、また私の言葉の種に立ち、また私の言葉によって歩んでいきなさいと主はおっしゃいます。私の言葉は真実、私の言葉はそのようになると主はおっしゃいます。私の言葉に頼る者は最愛である。それらの者たちは揺るがないと主はおっしゃいます。この信仰生活の中で一つ重要なことはこの祈りと主が言われます。この祈りをこのもう一度見直して、この祈りにおいて押されている者たちは祈りのこの祈りを取り戻していきなさいとしか言われます。さらにこの巨大な教会へ向かっての歩みというのはすでに始まっており、霊的には次の段階に入ってきていることを覚えなさい。それゆえこの霊の戦いというのは厳しくなっているとおっしゃいます。あなたは驚き怪しむことなく正しく対応していきなさい。私はすでに勝利を与えていると称されます。祈りはその土台となると称されます。この祈りは主との交わりであり、また祈りを通して主は言葉を与え、お一人一人の信仰生活を支えていくと称われます。特に主との交わりの中でこの神の言葉をさらに受けていきなさいと称われます。この問題が大きければ大きいほど、その後ろにある私の勝利は大きなものとなると称されます。それであなた方はこの私の勝利を見、また私の言葉を通して私の勝利を見、そして進んでいきなさい。決して退いてはなりません。なぜなら私はすでにあなた方に勝利を与え、また最後まで従う者にその勝利を豊かに表すからであると称されます。その圧倒的な勝利が近づいていることを覚えなさい。このさまざまな問題や困難が許される中で、この自分の力で解決しようとするときに、この問題はこじれると主が言われます。しかし主により頼み、この主に祈り、主からの解決を得るときに、あなた方はこの最善の道を得、また勝利を取ると主が言われます。とわに褒め歌う。あなたの豊かな恵みをありがとうございます。予言の言葉をありがとうございます。特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。